前には三越の店頭で売られていたという鰹節、削り器とセットで16,200円など、三越オリジナル商品170点が並びます。さらに抹茶とブルーチーズを使ったクッキーという意外な組み合わせの商品、その狙いとは。スムージーの体験コーナーで、その答えがこちらに。中元売り場に体験型コーナーを設けることで、3、40代という若い顧客の開拓につなげる狙いです。面白いところを読む、実は三越日本橋本店の客層は50代以上がメイン。消費税増税後の4月以降、日本橋の伝統や文化を体験できるフェアを開催し、3、40代の客層の取り込みに成功しています。いわゆる入店客数っていうのはずっとデータであるんですけども、それが 20% ぐらい実は伸びています。三越伊勢丹ホールディングスでは、すべての店舗で